はい、私の方からは、今日衆議院本会議におきまして統一地方選の延期法案が可決され、参議院に送られました、速やかに成立することを期待したいというふうに思います。いずれにしても国会も来週にかけて重要な予算関連法案の審議が行われます。確実に年度内に可決成立するように、しっかりと努力をしていきたいというふうに考えております。さまざま補正の話やら あるいはこの震災対策のための法案の話やら出ておりますが、まずは年度内にしっかりとですね、予算関連法案を成立させ、同時に予算の成立させるということが重要で、そのことを確実に実現していかなければならないというふうに考えております。復興の話も極めて重要でありますが、その前にまず実際に今多くの方が十分なガソリンやあるいは食料、薬も入手できないままおられるわけですから、確実にそういった人々に、厳しい状況にある人々に必要なものが、最低限のものが手に届くようにする、そのことに政府そして我々も全力を挙げなければいけないというふうに考えております。あと原発の問題は、今日は水を投入するという形で、一つの、思い切った対応をしたわけでありますが、多くの方に不安を与えております。一刻も早くですね、事態が沈静化するといい方向に向かうことを期待したいというふうに思っております。先ほど官邸で、総理と官房長官にお目にかかりましたが、官房長官も初めて、官邸を出て、公邸で、少し休みを取ったということであります。私は子どもさんの顔でも見ればもっと元気出るのにねというふうに申し上げたんですが、大変ですね、厳しい状況の中で、総理も枝野官房長官も大変頑張っていただいていること、敬意を表したいというふうに思いますし、我々も政党としてできうる限りの支えを後押しをしていかなければいけないと、そういうふうに思っております。私から以上です。